ただいまより第2部トークセッションを始めます。このトークセッションでは第1部でご講演いただきました3名の講師の先生方にご登壇いただいております。セッションの司会は今回の展示会の監修をしてくださいました九州大学人文科学研究院の川平俊文准教授にお願いいたします。川平先生、よろしくお願いいたします。それではただいまご紹介に預かりました川平です、今からだいたい50分間ぐらいですね、17時ぐらいまで、トークセッションということで、いろいろとお話をですね、伺ったり、またフロアからの質問を、受け付けたりというようなことをやりたいと思います。で、まあ、今回 の、 その講演会のです、ね、テーマが江戸文化辻談義ということで、辻談義というのは、まあ、辻というのは街角のような意味がありまして、その昔 その、まあ、そういう街角のようなところで、立って講釈をするというようなことが、まあ、辻談義だったわけですけれども、まあ、今回はそういう感じでですね、そのまあ、あまりこう気張らずにですね、ちょっと砕けた感じで、その辻談義をここで再現してみたいというか、そういうふうな手法で、まあ、通常のパネルセッションのようなですね、堅苦しい形にならず、ちょっと緩やかな雰囲気で、進めていければなというふうに思っております。で、まあ今回 の、 その画族文庫の展示会でありましたので、中野先生の学問の、まあ、魅力であるとか、あるいは画族文庫の、面白さ、合わせて、この今回、おいでいただきましたこのお二人の先生の、ご専門の話についてもですね、もう少し、詳しく、先ほどはちょっと短い時間だったので、なかなか自分もですね、研究のことを、詳しくしゃべる時間もなかったかと思いますので、その辺のこともう少し、踏み込んだお話が聞ければいいなというふうに思います。ということでよろしくお願いいたします。で、まずその、まあ、各先生ですね、私の方からいくつかこう質問をしていきたいと思うんですが、まあ、中野先生を中心にですね、していきたいと思いますけど、まずその中野先生が江戸文学というものにこう興味を持たれたそのきっかけのようなものはどういうことだったのかというちょっとお話をいただきたいんですけど、きっかけと言われてもね、なんとなく俳句で、まあなんとなく入ったということになってしまうと思うんですけども、いや最初はね、私もうちで謡曲を習ってたものですから、で昔の謡曲の本はね、変体仮名だったんですよ。でところが今はもうすっかり活字本になってしまってるみたいですけれども、で変体仮名が読めればいいなというふうに思ったのがきっかけのようなものだったのかなとは思います。で、まあ、さっき飯倉さんからもだいぶ褒めていただいたんですけれども、いや僕の修書というのはね、まあ、本当に雑本が最初だったんです。ですからその雑本っていうのは要するにその非常に安い本なもんですからね、でそういうものから始めたというのが僕の本来のコレクションの姿のその取っかかりといいますか、そういうものだったんだと思いますけれども、まあ雑本じゃ ないんじゃないかというようなお話にもなるかもしれませんけれど、まあ中には高い本もあります。だからせめて、なんていうんですか、山の幸とか
そういうものは結構高かったなというふうに今でも思い出しますけれども、しかし本当にね、我々の頃は200円300円という本がもうごく当たり前だったんですね。ですからそういうものから始めちゃったものですから、ちょっとその高い本にはなかなか手が出ないというようなことだったと思います。まあ、今の方にとってはね、本当にその夢のような話だなと思われるかもしれませんけれども、ちょっとそういうことだったと思います。そうすると、その収集癖っていうのがもともと先にあったと思うんですけど、江戸文学に対しての何か興味というのは最初はね、はい、昆虫採集をやってたんですよ。それで昆虫採集からおそらくそういうその収集癖っていうようなものに入っちゃったんだと思いますね。でその頃当時はまだカステラの箱をその箱の底にナフタリンを敷いてですね、でそしてそこから始めたような気がします。でもそのうち青山大学の斜め前ぐらいのところに滋賀昆虫社というのがありまして、でそこになんとなくその東京に出てからですね、そこへその入り浸るようになりまして、それからそのなんとなくコレクションというような気持ちになってきたのかなとは思いますけど。昆虫採集が馬本採集そうですね、まあ、昆虫とかそういうものに関する本とかも先生はじゃあ特にこう集めてるんですか？特に外国の昆虫図鑑というのはね、ものすごく綺麗なんですよ。そしてその銅板で、そして手材式でね、でそれがものすごく綺麗だということに気がつきまして、でそれで神保町の中野書店ですね、でそういうところでね、そういうものを若干買ったことはあります。でもそれはもう本当に高い本なもんですからね、でちょっとなかなか財布の方が落ち着かないんで、で実はうちのかみさんもですね、僕がいくら給料をもらってるかということすら全く知らなかったんです。ですからそれとそのボーナスをどのぐらいもらってるかということも一度も女房には白状したことはありません。ですからまあそういう世界で僕らも生きてきたなということはよく分かってますけどね。照岡先生もね、実はかみさんには早稲田からボーナスがいくら出てるかということは言ったことがないんだというふうに言ってられました。で、まあ、我々の世代というのはまだそれで住んでたような世の中なんですね。ですからちょっと今の方には少し夢物語のような話だなと思われるかもしれませんけれど、まあ、その心置きなくこう変える環境があったというのは羨ましい限りですが、まあ、安かったとはいえ、なんかこう先生が集められるときにこう心がけられてた、例えば値段で言うといくら以上のものしか基本的に買わないとか、以下のものしか買わないとか、やっぱりね、1000円以上のものは買わないというようなつもりでおりましたですね。だから1000円以上となるとやっぱりちょっと高いなという気がしてました。ですから1000円以内で買える本というようなことを考えておりましたですね。だからそのうちだんだんに
欲が出てきて、でその御三番だとかそんなものにもなんとなくその目が行くようになってきましてね。でそしたらその木内の、あの親父さんからねたしなめられたことがあるんです。だから あなたはその最近あの払いが悪いようだけどだからもうちょっとその高い本を買うのはお控えなさいと言われていやそういうねあのことを言ってくれる本屋さんっていうのはやっぱりあったんですよ我々の世代は。でもまあ1000円って今だとあのほとんど、まあ、今はちゃんとしたものは買えないぐらい 1万円ぐらいでしょうか今の価値ですね、ええ。まあ、でもそれ それであれだけのものがこう集められて、いやそう特にね、はい、あの北条みたいなのは大変安かったですからね誰も手をつけない世界で、なんで僕が北条にねあの目をつけたかというのはやっぱりあそこにあのなんて言いますか、藩の持つねあの意味合いというのか良さというのかそういうものがもうみんなあそこへあの詰まってるような気がしましてね。でそれで北条というようなことをそのにその手を染めたのはそういうことになってしまっていると思います。そあの今日の岩坪先生のお話を聞いてですね、北条というのはなんかやはり書史学の一番こう面白みが詰まったような、そうですね、あの分野だなというふうに思いました。また岩坪先生にはいろいろまたその話をまたお聞きしたいと思いますけど、もう一回先生にあの中野先生にご質問したいんですが、あの先生が、まあ、その学問をされる上で一番こう影響を受けた研究者といいますと、はい、どなたになるんでしょうか。やっぱりそれはその寺岡先生だったり中村先生だったりすると思いますけどね。あの中村先生にはここであの旧来で初めてお目にかかったんですけども、その中村先生にお目にかかるまではね、あの僕らみたいなその若造がねあのひょこひょこその出かけていってもいいもんだろうかと思っておりました。でしかしその中村先生は本当に隔てのない先生 でそのそういう意味では大変あの僕をそのお客さん扱いをしていただいたと思います。で最初はね、あそこのまだ文学部が、正門を入ってすぐのところにあった時代だったんですけれども、そこへ行きましたらあの中村先生が、そのちょうど、教授会の途中でね、でそれでその時にあのひょこっと出てこられまして、それで僕にあのちょっとその今教授会で忙しいからあのあそこのちょうどあの大学通りの真ん中の辺にですねあの何かあのレストランみたいなのがあったんですよ。でそこ あのスーパーの2階みたいなところだったんですけどね。でそういうところでねちょっと待っててくれと言われまして、でそこで待たせていただいたことがあります。でただしその時にたまたまあの金田書院でねあの手に入れたあの和本 あの大変あの珍しいものをねたまたま僕が持ってたもんですから、でそれでここのあの旧来の文学部の中山君とかあのその辺が大変 あんなものをその時々帰ってくるようなその若造にあのさらわれるとは何事かっつってえらい怒られたということを聞いております。ありがとうございます。またあの中野先生にはまた後ほどいろいろご質問していきたいと思いますが、今度は飯倉先生に、いくつか質問したいと思います。
まあ、井倉先生は先ほどちょっとご紹介がありましたけど、まあ、いろんなこう分野をされているとは思いますが、一つ秋成研究、上田秋成の研究というのが柱にあると思いますけど、井倉さん、まあ、私の先輩でもあるんですけど、だからいつも井倉さんって言ってますけど、井倉さんって言いますけど、井倉さんのそのこの江戸文学にこう志したきっかけっていうのは、やっぱり中野先生の授業を聞いてとかそういうことになるんですか？おそらくそうじゃないですか。そういうことをここで話すのは本当におこがましいと、私のようなものですね、おこがましいと思うんですけど、もともと私は西洋史学を、まあ、志しておりまして、でも西洋史学を志すっていうか、まあ、特にドイツの宗教改革みたいなことをやりたいと思っていて、ところがドイツ語が読めなくてですね、それで、まあ、ドイツ語が読めないで、ドイツ史ができるかっていうことで、で、まあ、留年してですね、そのために留年してドイツ語の勉強をやってたわけです。でドイツ語の勉強をやるときに、まあ、ルターの宗教改革となんか親鸞のなんかあれがですね、ちょっと親鸞をちょっと読み始めてしまったんですね。親鸞を読み始めるとちょっとそれが面白くて、それでもう一層こう日本のことをやろうかっていうことになって、で、まあ、仏教文学をやろうと思って、どういう先生がいるかも知らずに国文にその転校したわけですね。そして、まあ、中世文学をやろうと思って行ったら中世文学の先生いなかったんですね。それで中野先生の、まあ、授業を、まあ、受けて、やっぱ僕はその頃もすごく近代的な人間だったので、中野先生のその近代嫌いとものすごく相入れなくてですね、まあ、そういう非常にこう反発を最初に覚えたっていうのをすごく、それもいつの間にかですね、そういうふうになってしまったのはよくわからないんですけれども、まあ、多分なんかこう自分なりにですね、何か見返してやろうみたいなことを、そんなことを思って、近世文学で、自分が近世文学でやったらどんな研究がになるかっていうのを本当に不遜なですね思いで、まあ、多分そういうことでやろうと思って、で、まあ、近世文学の本をそのために読まなきゃいけないということ で、一番最初に知ってるのが上田明成ぐらいだったので、上田明成から読み始めたら上田明成以外のものに行かなかったということで、それでは明成をするしかなかったというのが、まあ、本当のところですね。いや、初めて聞きました。僕はマジで。経歴、思想、遍歴があったということですね。で、今回のお話にもありましたけど、談義本研究、まあ、専門がですね、明成ですけども、そこから少しこう遡って、広くその談義本、読み本という流れで、井倉さんはご研究を進められているというところがありますけれども、まあ、そういう意味で中野先生の学問の、まあ、かなりこう一番こう正当なところを受け継がれているところがあると思いますけど、今回のお話ではあまりこう詳しくは触れられませんでしたけど、その奇談という概念で、持って、まあ、読み本のこの、文学史をもう一回こう考え直すということをご論文で、こう書かれておりますけど、その話をなんかもう少しだけ補足みたいなことで、まあ、補足ぐらいでは終わらないかなっちゃってしまいそうですけど、なんかもうちょっと紹介していただければなと思います。何分で2分ぐらいです。3分ぐらいまあやっぱりその当時 の、 概念に即してまあ、やりなさいっていうことを、まあ、すごくこう中野先生から教えていただいたことの、まあ、一つだと思うんですけれども、また浮世雑誌とか金雑誌とか、まあ、読み本とか、まあ、いろいろな言い方が、まあ、結局その近代以降の国文学 の、 やっぱり 名前の付け方であってですね、じゃ あ、 まあ当時どんなふうに言われていたかっていうことで、まあ、手がかりになるのはやっぱり諸尺目録の分類 で、 で、まあ、諸尺目録にはそういう、まあ、浮世雑誌とかですね、読み本とかっていう分類は
なくてですね、むしろ風流読み本とかっていうのは浮世同士のことだったりですね、今そういうまあ全然違う分類がされていて、まあ、その中に奇談というのがあってですね、でこれは一切著山という人を、まあ、先生がやられていたんですけれども、一切著山のまあ文集を作るということで、私が先生に、まあ、お前どうだと、まあ、これ商いしかやってないんで、こいつはこのままにしとけば近代的なもう商い研究者になってしまうっていう、やはり先生のですね親心でそういうのを与えてくださったと思うんですけど、まあ確かにそれでですね、私も近世的な考え方に少し目覚めたのかなと思ってるんですけども、そこに今著山の本を見てみると、まあ、そこに広告がいろいろ載ってあって、まあ、そこに時和淡泊っていう人がいましてね、で時和淡泊っていう人もちょっと私調べたんですけども、まあ、その淡泊も著山もですね、その作品が、まあ、奇談の中に、奇談という項目の中に著作目で入ってると、で商いの、その浮世草子もですね、奇談の中に入ってると、花房草子も入ってると、これはその今のジャンルでいうと全然別なものがですね、奇談という項目に入っていると。それって何なのかっていうことで、まあ、奇談というのは教法、法暦4年の所作目録で初めて出てくるんですが、まあ、教法ぐらいからの本を、まあ、初めて奇談という概念で分類し始める。だから、まあ、その時は結構新しい、奇談という言葉で一つの書籍群を表すのはきっと新しい考えっていうか、まあ、流行っぽい言葉だったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、それがまあ明和9年の所作目録で、さらにその増えて、で、そこではやっぱりもういわゆる浮世草子も逆転するような勢いなんですね。だけれども現行の文学史ではほとんど取り上げられてない本ばかりだった。ただし、まあ、談義本はほとんどその中に入っていると、まあ、というようなことで、奇談というまあ見方をすると少し文学史が違って見えるんではないかということで、まあ、やり始めたという、そういうことでございます。まあ、その浮世草子、談義本、読み本とこう、輪切りにした文学史っていうのが、まあ、固定観念としてあるわけですけど、あったわけですけど、そこをその奇談という概念で、まあ、断絶したものではなくて、こう一つ続きの何かがあるんではないかっていう、そういう、まあ、発想されたということだと思うんですけども、まあ、大変それは刺激的で面白いと思います。で、それも、まあ、中野先生 の, この、まあ、結構最近 の, まあ業績といいますか、発言の中で下作というものが才覚からもう始まっているんだというのを、まあ、才覚下作者論というのがございますですね。で、まあ、普通下作というとこのいわゆる後期のシャレ本とか豪華とか起業誌とか、ああいうこうちょっとまあ取るに足らないような文学と言えないようなそういうものだというふうに言われてたんですが、で逆にまあその才覚はまだそれとも別個の、そういういわゆる下作ではないんだっていうような、そういうその研究史的な理解があったところを、中野先生はいや才覚も下作と言っていいんだと、つまりずっと文学史としてその下作の流れというのはもう続いているのだっていうような、そういうふうなことを先生がおっしゃって、そこにこうまあいわばリンクするような形で井浦さんのこの奇談、説というのもあるんじゃないかなと思いますが、じゃあ井浦さんに最後にお聞きしますけど、その才覚下作者説について、まあ、井浦さん自身はどのようなことをこう考えていらっしゃるかっていうのも、これもまあ短い時間では一言では言えない話になると思いますが、ちょっとだけコメントをいただければ。それは実は才覚研究会で中野先生が才覚下作者説について、まあ発表されたときに私も喋ったことなんですけれども、才覚下作者説の中野先生の説を才覚研究者もその他の人もですね、ずっとまあ誤解をしていてですね、要するに下作というのは自己倒壊っていうか、本来こういうことをやるべきじゃないんだけれども、まあ戯れにこれを書いているっていう、そういうこう自己倒壊の意識を持って下作というんだという、まあ中村先生のですね、下作論に基づくその下作という概念を
才覚に当てはめるのはおかしいんじゃないのかっていう反論だったんですけど、そもそもその理解自体が間違っていてですね、まあ、中野先生はつまり面白おかしく書くものを、まあ、下作と称して、まあ、馬琴なんかも才覚のことを下作と呼んでるわけだから、それは近世的なあれで下作でいいんじゃないかっていう、要するにそういうことをおっしゃっているのに、それをまあ理解しない人が、しない人たちが批判していたというふうに一応私は考えているんですね。だから下作で私がじゃあどう考えているかって言われると、ちょっと私才覚はそんなに読んでないので困るんですけれども、まあそれでいいんじゃないかと。ただ才覚を下作としか呼ばないっていうことをおっしゃってるわけじゃないと思いますので、才覚を下作と呼ぶっていうのは当時の感覚から言ってもですね、そんなにおかしなことを言っていることはないということでありますけど、まあ、その程度のことです、はい。まあ、そういうなんか中野先生の学問のちょっと私にまたこれなんかまあ、おこがましい話ですけど、まあ、単なるこう収集だけではなくて、書物をですね集めるだけではなくて、文学史的にこう広くこう大股を振るったようなこう見方ができる、おできになるというところがやっぱりすごいところだなというふうに常々思います。まあ、中野先生がまた今の下作者説についてお話しされると1時間半ぐらいになったので、ちょっと中野先生のコメントは申し訳ないですけど、じゃあ今度岩坪先生にお話を伺っていきたいと思います。岩坪先生はまあその先ほどこうお話にありましたように、北条の研究っていうのはほとんどこうされていないっていう中で、先生がこの北条研究っていうのに、まあ、目をつけられたっていうのはどういうそのきっかけがあったんでしょうか。高くなったとはいえやっぱり安くて集めやすいっていうのが一つ大きな要点かなというふうには思いますけれどもね。でまあ後付けでですけども、まあ江戸時代の人はみんな筆で字書いてるわけですから、手本っていうのをきちっとまあ研究しとかなきゃいけないだろうって、まあ、探すとないんで集めるしかないということで、まあ今でも多分仮にその北条目録出してる方々も基本的にはみんな、自分の蔵書の目録を出すところまでしかできないっていう部分では、まあ今回こういう企画でちょっと混ぜていただいて北条の話題になってるってところがちょっと嬉しいかなというような気がしています。先生は実際に例えば書とかお書きになるんですか。そういうすごく下手です。あ、そうですか。あ、それは意外だ。でやっぱりその北条っていうジャンルにそういうこう魅力があったわけですね。その安くいっぱい手に入るというの、その値段は魅力的ですね。あ、そこからもうたくさんやっぱりお集めなんですね。まあ最初は学問的に言うと本当は中国文学旗でずっと学生時代はやってたんですけど、耳悪くて飛行機乗れないよっていう時にこれは国内にしようっていうことで、まあ、その安い屋台をっていうのが実際なんですけれども、でも話を聞いていくと外国のあちこちに和本があるんだっていうと飛行機乗れないといけないんじゃないかっていうことになるんですが、調査行かれた時って北条っていうのはコレクションとしてはあるんですか。北条はね、ほとんどないと思いますね。ですからどうぞ外国へもちょこちょこ行かれてね、それでその方がよろしいだろうと思いますけど、ただ北条そのものがねまとまって存在するというところはまだ全く見たことがありません。やっぱり書の手本ですから外人さん筆で手長く必要がないんで、まあ買わないってことなんですかね。その北条がこれだけ集まっているところでは公共図書館ではやっぱりないんですか。ないですね。もしかしたらその棚の隅に積んであったりするのかもしれないんですけども結局きちっと目録化する決まりもなければできないっていうことですよね。いや、だから本当にね、安いことというのが 僕にとっても一番魅力的なんですね。確かに目録化できない、お話にありましたけど本当にこう、戦時問なら戦時問っていうのがあって、
そこに何が重要かというと、やっぱ 書家のね、その書いた人の情報が一番重要なんでしょうけど、そこがいわゆる既存の書史学では漏れてしまうような部分で、まあ、中身しか見てなかったっていうんですね。そこにこう、もう少し違う視点で、そういったものもまとめて位置づけていく必要があるんだっていうようなことをこうご提言されて、非常に面白く話をしました。で、その中で、まあ、もう一回こうおさらいをしますと、和国法上っていうのは、突字版と左版と正面版とこう3種類があるという話なんですけど、まあ、突字版はこう鏡文字にこう彫って、書の部分を残して、まあ、黒く、その書の部分が残る。で、左版っていうのはやはり鏡文字に彫り付けるんだけど、その字じゃない部分を、じゃなくて字の部分をこうさらって、で、まあ、白抜きの文字になって、で正面版というのは真正面にこう彫り付けて、それを拓本みたいにしてこうやる、まあ、そういう、 こう3種類があるというふうに教えましたけれども、そこでその左版と正面版って、まあ、結局似たような形になりますよね。白抜きの文字になる点では。で、そこをその使い分けたっていうのは何かこう理由があるんでしょうか。白抜きの場合は正面刷りとかいうふうにはこう決まらなかった、左版もやったっていう、なんかそこら辺こうどういうこの区別があったのかなってちょっと思いましたけど、多分正面を発明した動機っていうのは、その書をまあきちっと再現するっていうのは本来手本の目的でしょうから、その技法の上で字を逆に彫るよりは正面にきちっと彫れた方が、その筆跡の再現として、まあ、彫る職人になり、まあ書家が実際に自分で彫るっていう事例もないわけじゃないんですけれども、正しくきちっときれいに彫れるだろうと。で、まあ、左版の方は今までの正版の仕方と同じものを、まあ、凹凸逆にしてるっていうだけなんですけれども、まあ、その部分では再現が、まあ、書の線が甘くなるっていうか、そういう部分が出てくるっていうことで、より正面版の方がまあ、よかろうということと、現実に今中国の手本とするべき法上も全て拓本の技法で彫られてる、作られてるっていうことを考えると、まあ、そっちが正当だっていう考え方をしたんじゃないかって気がしますね。うん、技術的にはどっちがこう簡単なんでしょうか。拓本刷りは面倒くさいです。やっぱりそういう点でちょっと拓本刷りみたいな感じの少しこう手を抜いたようなのが左版みたいな感じ。そうですね。そういう意味では左版の方が、まあ、職人も逆に彫り慣れてたでしょうし、する側もそれで擦れたということなんだと思います。ただ、まあ、する面積、墨が乗る面積多いんで、はい、その分は、まあ、今でも手が汚れる左版の包丁ですけれども、まあ、そういう部分ではちょっと擦り方も糊の加減とか水の加減が変わってくるのかもしれないですけれどもね。ただ正面版の方はもうさらに非常に浅い版木でおりますんで、そこをきちっと白く残して刷ってるっていうのは結構な技術があったんじゃないかなって気がします。もう一個だけですね、東本にはその左版はあんまりないって見かけたことがないっていう話があるんですけど、それは何かこう理由があるんですかね。もともと左版そのものが中国の法上の正面で作ったものの代替品なわけですよね。ですから代替品を本家が作る必要はないわけで、ですからまあ多分基本的にはちゃんとしたものを作って、それが中国の方としてはこっちに入ってきていったと。でそれをまあ日本製にするときに同じような技法っていうのはないから、まあ当面製版の技術でもって左版でやっていくと、まあ、その間にちょっと工夫もされて、そういう光沢なんぞもいろいろ分解してやりましたって言ってるわけ でそういうことでまあ中国のように作れるようになったっていう部分で、ですから、まあ、いきなり本家が左版を作る理由はなかろうっていう理解なんですけれども。そしてはちょっとあんまり時間もなくなってきたんですが、お二人からですね、中野先生に、これだけは聞いておきたいみたいなことがありましたら、先生からじゃあ。ですね、先ほどその支払いがたまっていつ払うんだって話が出てきたけど、それってどのぐらいになるとできるようになるんですかね。やっぱりしょっちゅう通うということだと思います。だからそれは
東円堂さんからもね、あのやっぱりちょっと支払いが滞ってるから、もう少し考えてくれというようなことは言われましたですね。ですから東円堂はね、まあ、名古屋というところですけれども、その名古屋の東円堂にはほとんど週に3回ぐらい通ってましたね。ですから、まあ、多分そういう政令活禁というところを認めてくれたんだろうと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。いくらさん、いかがでしょう。ちょっとそれ宿題だったので、無理やり考えたようなところもあるんですけれども江戸に即して、まあ、江戸を見るっていう、まあ、先生のお考え、まあ、江戸学のお考えなんですけれども、はい、まあ、それは我々近代の人が忘れている、忘れた価値観とか、まあ、考え方を、まあ、知るということで、まあ、それが跳ね返って、我々の、まあ、考え方を反省したりっていう、まあ、そういう、こう、ことになると思うんですけれども、実際先生が江戸に即して江戸を見ることで何かこう、今生きる上で得たものとか得たことっていうのは何かございますか。やっぱりですね、江戸の人にとっては倫理観というのがやっぱり絶対的なものだったと思うんですね。で、今の人間というのはちょっとそういう点であまりにも倫理観をおろそかにしすぎたというのか、忘れてしまったというのか、ちょっとそれが大変残念なところだと思います。で、それは中村先生からもね、しょっちゅう言われましたですね。やっぱり経学者的に生きろというふうな言い方をされました。ですから、まあ、確かにそういう点がね、我々完全に忘れてしまってるなという気がいたします。まあ、倫理観なんていうと、なんとなくじゃあお前はどうなんだと言われそうな気がするんですけれども、で実際には本当にそういう点で忘れてしまったところというのはやっぱりそういう面が一番大きいと思いますね。まあ、この話もですね、いろいろとこう長くなるような突っ込めとかですね、話かと思いますが、それではもうあんまりこう時間もありませんので、ここで、フロアの方から、まあ、今回の展示、あるいはその中野先生の、いろんな学問のこととか、そういうことですね、お聞きしたいことがあれば、挙手いただいて、ご質問していただきたいと思うんですが、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。中野先生だけではなくて、お二人の先生への質問でももちろん構いません。ご所属とお名前を一応言ってください。国文学研究資料館の関作と申します。今日はもう本当に1時から楽しい時間を過ごすことができました。ありがたいと思っております。中野先生に2つ伺いたいのですが、もう中野先生はあちこちでいろいろ楽しいエッセイ書いてくださっているんですけれども、1つ目はですね、その同世代の研究者ですとか、その前後の世代の研究者たちと その和本をめぐるエピソードというか、まあ、失敗だそういうのそれはですね、はい、今度岩波書店からそういう随筆を出すことにしておりますので、でそれでどうぞお読みください。ありがとうございます。もう一つ簡単にございますが、先ほど奥様と の、はい、エピソード少し伺ったんですけど、はいはい、奥様と その和本をめぐる戦いというか戦いもしくはその何かこう淡い思い出というかそういうものがあればそれをぜひ。いや、全く戦いというようなことはなかったですね。ですから家内もね、その辺は十分心得てたんだと思います。ですからそういう性格っていうか、そういう性格なんですよ。
あのうちの、あの家内はねですからそれに正確にちょっとこっちをあのあぐらかいてしまってるところもあるだろうとは思いますけど、まあそれはね さっきもちょっと申しましたように照岡先生があのそういうことをねあの教えてくださいまして、でその自分はあの早稲田からいくらのボーナスをもらってるかということは全く話したことがないというふうに言われましたんで、あこれはやっぱり俺もそれで行こうと思っておりました。どうもありがとうございます。以上です。ありがとうございます。川崎さんは戦ってらっしゃるんですね。じゃあ日々戦っていて騙すか騙されるかみたいな感じで勝っています。あそうです。失礼しました。いやそれはそれは本当にお気の毒です。長野先生のご蔵書をこれだけ集めるにやっぱりその奥様のそういう陰ながらの努力という、まあまあまあそういう、まあ、そうなんだろうと思いますね。はい、他にはいかがでしょうか。そしたらあとお一方、先ほど手が挙がってましたので。あ、本日はどうもありがとうございます。国学院大学の田村と申します。私は書道関係のもので、今日は岩坪先生のご講演を聞きに東京から後を追ってきたわけですけれども、書道の手本である法上についてですね、その整理方法というのがまだ決まってないというお話を先ほどいただきましたけれども、あの中野先生が九州大学図書館にこちらの5,000〜6,000冊にも及ぶようなものをご寄贈なさるということにあたりまして、その資料を保存する方法、整理の方法や公開、またさらなる収集をするようなその環境ですね、人材もそうだと思いますし、場所とその方法論というのがすでに何か確立されているようなものがあってこういう運びになられたんでしょうか。それがもし書道の法上の整理方法なんかに結びつくようなことがございましたらご指導いただきたいと思いまして、最後にご質問させていただきました。九州大の事情です。九州大の事情です。先生、まあ、先生の書士、法上の書士の取り方の方針とか、法上はね和洋か唐洋かということをまず基本にいたします。でそしてあとはその単調か宗調かということをその基本にすれば大体はそこで収まるんではないかと思いますけれども、そういうふうにお感じになったことはありませんか。はい、多分それでいいはずだと思いますけどね。あとは、まあ、整理閲覧に関するような話というか九州大学の話になってくるかと思いますけど、まあ、何せこう膨大な量の法上がありまして、で、お話にもありましたようにこの法上の研究というのがあんまりこう進んでいないというのもあって、あれは手探りでやっているようなところがあります。なので今のところその中野先生が編纂された清少堂書店から出ております法上目録ですね、そこによりながらとりあえずそこの、まあ、そこで振られている番号順に、書庫にこうあるというそういう状況です。でそれがまあすぐにこう推奨できるようになるにはもうちょっと時間がかかるかなという。でそれ以外のところはおおむね、基本的な整理が終わってまして、で、インターネットの方でも特集コレクションというところをこう旧大の図書館から入っていかれると簡易的なもので、まあ、間違いも多分まだたくさんあると思いますけど、目録がですね、大体がこう上がってますので、そこから推奨することが可能なんですが、工場はちょっとまだもう少ししかなかったかなと思います。
そうしましたら、まだまだいろいろと質問があったとは思うのですけれども、お時間になりましたので、この辺で、お開きとしたいと思います。どうも先生方ありがとうございました。